私をぜひ京都市にの市長にっていう推薦していただいた方は、同志社大学院の岡野弥生さんとか、それから浜則子さんとか、そのやはり憲法を守っていこう、今の安倍さんのやり方どうなの、そういう思いを持っていらっしゃる方が、やはり京都でその思いを京都市の中で生かしてほしい、そういう思いで推薦していただきました。私も8月ぐらいにお話があったんですけれども、戦争法に対して本当に国民の方々、それは若い方も年配の方もお父さんお母さんも高校生までが自分の声でこう発信をして、これを通してしまったら憲法が本当にないがしろになってしまう、これは絶対ダメっていう行動をどん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 国会に行くだけではなくって、京都でもたくさん集会もありましたし、パレードもしたりとかいうことに私も参加しておりましたけれども、そういう声がこうある中で、私はその今の情勢が私を後押ししたというふうに思っています。本当に子どもが今どういう状況にあるのかっていう実態っていうのは政府報告書は書いてないですよね。自分たちは子ども手当を出しましたとか、高校の授業料を無償化しましたっていうことは言うけど、子どもの今日本の状況の子どもがどうなんかっていうことは言わないので、 NGO の報告書を作ってたんですけど、その報告書を作ることにも関わって、それは全教の中央の役員をしてた時にそれを関わって作ったので、それがどんなふうに審議されるのかっていうので、スイスのジュネーブにも傍聴に行って、そしてどういう勧告が出るのかっていうのも聞いたりとかして来ました。子どもは第1回目の時に過度の競争の中で成長発達が歪んでいますよっていう勧告を出しているんですよね。それから10年15年経っていても全く変わらず、日本の子どもの状況は、そして変わらずにますますひどくなっていますよっていう勧告を今回出したんですよね、その私が行った時に。でもう学校のシステムを変えなさい、もういじめや不登校、そして精神障害、そして子どもの自殺まで起きてるじゃないのって、こういう国って本当にないですよっていうぐらいの勧告を出しました、その時に。そして子どもの貧困、これに財政的援助も何もしてない、ここをちゃんとしなさいっていうことも出しました。そういうことをやはりちゃんと国なり地方の自治体なりというのはしていかなきゃいけない。そのために私は子ども未来局を立ち上げたいということも言ってるんですけれども、子どもの貧困のことやら子どもの福祉の分野、教育の分野、そういう総合的に子どものことを考えて政策を出していく。そして子どもの貧困でもワンストップで相談ができ解決し、そしてその実態を聞きながらそれを政策に生かしていく、そういうことができる子ども未来局っていうのを立ち上げたいなっていうふうに思います。